香港に隣接する新鮮の風景。1980年代に急速に都市化し、常住人口1000万人以上の世界都市になった。都市化とは都市への人口集中、または都市の文化、習慣が周辺や農村に広がること。国連による世界人口に占める都市人口と農村人口の割合の推移と予測。2007年以降、 人類の半数以上が都市に住んでおり、その割合は増加し続けると考えられる。近代化理論の下での都市化の減少は近代化や工業化とともに並行的に現れる。都市での労働力の需要が高まるとともに、都市と農村等との所得格差が増大し、農村から都市への大規模な人口移動を生じる。その地域における生態系や経済に対し都市化が与える影響は、 広く研究されている。都市環境の拡大につれ人間社会に起きる政治的、心理学的変化を扱ったものには都市社会学がある。2005年版の国連世界都市化予測報告によれば20世紀は世界人口の急速な都市化を見た時代であった。1900年に2億2000万人だった都市人口は1950年には7億3200万人に 2018年には38億人となり世界人口の55%が都市に住むようになっている。同じ報告書によれば2030年には都市人口は世界人口の60%となっていると予測されている。人口の都市化率は各国で異なる。先進国の都市化率は発展途上国よりも高いが先進国ではすでに農村部の人口は少ないため 年ごとの都市化の進行は発展途上国よりも緩やかである。国際連合人間居住計画の2006年年次報告によれば2007年の半ば頃に世界の人口の多数派が都市に暮らすことになるという。これは人類史上初のことであり、報告では都市の千年期の始まりと記されている。将来の予測では 都市成長の93%はアジア及びアフリカで、起き、残りがラテンアメリカとカリブ諸国で起こる。2050年までに人類の3分の2にあたる60億人以上が都市、あるいは町に住むと予測されている。リオデジャネイロのスラム都市化に伴う最も衝撃的で、即時の影響は農村部の急速な性格の変化に現れる。農村部の最も伝統的な産業である農業。 および小規模な工業から近代産業へと地域、国の産業の主役が変わると、都市に立地する工業や関連する商業は、その存続のために人口を広い範囲から引き抜くようになり、また様々な資源を製造業のために集めるようになる。こうして農村は人的、物的資源を都市に差し出し、都市から各種のサービスを受ける、都市に従属する存在となる。 大きな都市はより専門的な財やサービスを周辺地域や地方の市場に供給し、小都市に対する交通や小売業のハブの役割を果たす。資本、金融サービスの供給は大都市に集中し、高い教育を受けた労働力や行政機能も集中するようになる。こうして様々なサイズの都市に高度なサービスの供給が集中する大都市からその影響を受ける。 地方都市に至る階層が発生する。都市が成長すると、時代や家賃の劇的な上昇という効果も起こり、これによって労働者階級が住宅市場から退出させられることも起こる。新しく地方から来た労働者は、経済や行政の中心である都心や、最新の立派な住宅地に住むことができず、スラムなど不良住宅地に住むという階級ごとの住み分けが発生する。 産業革命時、ヨーロッパ各地の大都市では、都市西部に良い地域が広がり、東部に悪い地域が広がった。これは、ヨーロッパ全体に吹く南西からの風が石炭を燃やした煙など汚染物質を北東へ運ぶため、都市の西側が東側より環境が良くなったためと見られる。ロサンゼルス郊外の住宅、業務都市サンバーナーディの エッジ式の一例伝統的な都市化は、都市機能と住宅が都心の周りに集中するというものであった。例えば、アメリカ合衆国では1970年代までは、コートリソン型と呼ばれる人口移動が中心であった。しかし、交通機関の発達や都市環境の悪化などに伴い、住宅が都市外部に移転する動きが起こった。これが公害化である。 アメリカ合衆国では1960年代には郊外への工業進出などによって局地的な変化が現れており1970年代後半にはほとんどの研究者が南部を中心とする人口流入の逆転現象を認めるようになった。郊外化は住宅のみにとどまらない。多くの研究者はアメリカ合衆国における郊外化の変化や自動車交通網の発達により 都心や郊外の外側に新しい経済活動の集中点が生まれていることを指摘する。郊外外部に発生したネットワーク化された複数の中心を持つ新しい形の人口や機能の集中地区はエッジシティ、ネットワークシティ、ポストモダンシティなどと様々に呼称され新しい形の都市化とみなされている。ロサンゼルスはこうした業務中心地が 郊外外部のインターチェンジ付近に展開する典型的な都市である。日本においてのエッジシティは鉄道が発達しているため郊外のターミナル駅にできることが多い。玉物レールの開通した東京都立川市が既存の地方都市であった八王子を追い越したのが有名である。同じ八王子市内でも新しく開発された多摩ニュータウンの方が平均所得、 教育レベルが高いと言われている。埼玉市大宮区は巨大な鉄道ターミナルによって発展している。既存の地方都市は県庁のある浦和であるが、大宮より都心に近い教育レベルの高さ、駅の高架化などで住宅地としての人気を保っている。シンガポールのニュータウン、ブーケイトボトック。 住宅発展局により計画的に建設された都市化は自然発生的に起こることも計画的に生成することもある。イギリスの田園都市構想や各国の都市郊外に建設された団地やニュータウンでは事前の計画に基づき住宅地が形成された。こうした人口都市は美学的、経済的、軍事的要請、または都市計画上の理由により建設される。 計画なく自然発生する都市は最も古くから、ある都市化の例で古代都市にも多く見られるが、犠牲者による王都の整備や征服者による新都市建設により、計画都市に置き換えられることもあった。また防衛のためや、経済活動のために、道路建設や城壁建設、撤廃などの再開発が行われることも多かった。ランドスケープアーキテクトは、都市の景観設計に、 大きな役割を果たしている。こうした計画は、住宅団地建設など都市化の前に行われることも、あれば、都市化の後に、地域再生や住環境改善のために行われる、こともある。ダニエル・バーナムによる、シカゴ都市計画。ありがとうございます。